ヘリチェーンのマイニングアプリヒートアップが Google Play に戻ってきました。ステージ1からステージ2への移行方法を解説します。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はヘリチェーンのアプリヒートアップですね。こちらがですね、ここ10日間くらいゴタゴタしていて、で10月16日にやっとね Google Play に戻ってきて正常に動き出しましたので、これまでの経緯の解説と、で前にねやってた方ログインできないとかいう方、まあほとんどの方ログインできなかったんじゃないかと思いますけれども、ログインできるようになりましたので、そのやり方をね解説していきたいと思います。まずこちらですね、私の動画にコメントいただきました。ヒートアップはステージ2を迎えましたね。ただアップデート後に私のアカウントはログインができなくなりました。ツイッターで調べてみたところ、同様の被害が多数確認され、ヘリチェーン公式からはポリシーに違反するアカウントが多数発見されたという発表がされました。どうやら5番されたようですと。八野さんのアカウントはご無事でしょうかということなんですけども、残念ながらですね、私もねアクセスできなくなりました。E メールオアパスワードはインバリドということで、これがね5番って言っている、要はログインできなくなったということですね。はい、ちょっとねこれまでの経緯まとめていきたいと思いますけれども、まずですね10月7日くらいからですね、突然ねアプリつながらなくなりました。アプリ立ち上げても画面がこうグレーになってるね、表示されないという感じでしたね。はい、でこちらはですね、一応ツイッター見るとね、運営の方からフェーズ2に移行するためのメンテナンスということで、まあ公式からアナウンスあっての、はい、つながらない状態ということでした。でその後ですね、10月10日になってね、アプリがつながるようになったんですけど、先ほどねお見せしたようなこんな画面になってログインできないとねいう状況が発生しました。でその時にですね、ツイッターでアップされたのがこちらの情報ですね。まず重大な、警告、ヒートアプリは重要なマイルストーンに到達し、Google Play とあとテストフライト iPhone ですねでの正式リリース以来ステージ1が完了しましたと。でこれがヒートアップの参入に備えてシステムを維持するための、運用を一時的に停止した理由の一つですということで、まあ、繋がらなかったのはねメンテナンスのために繋がらなかったということなんですけれどもね、ログインできないことに関してなんですけれども、まあ、この辺にねバージョンアップの話が書いてあって、でここですね、ただしヒートアップのメンテナンス中に紹介やスパム活動に関連するポリシー違反に関与している相当数のアカウントも特定しましたと。その結果現在一部のアカウントでログインできなくなっておりますと。アカウントがポリシーに違反していないと思われる場合は、まずステージ2にアカウントを再登録してから以下のフォームに記入してください、手動チェックが行われますと、はい、いうことなんですけれども、10月10日からね一応アプリがつながるようにはなったんですけれども、ログインができないとね、アカウントがバンされてしまったということになりましたと。はい、でこちらがですね、ヘリチェーンのツイッターの方にアップされていた情報なんですけども、ログインできないアカウントはヒートアップのポリシーに違反している可能性がありますと。皆様にはヒートアップのステージ2に正しいアカウントを再登録し、アカウント再検討リクエストフォームに必要な情報を提供していただくようお願いしますということで、ね、Google フォームズで情報を提供するとなんか反映してくれるということなんですけれども、まあ、このね投稿に対してもう多数の方がですね、私と同じような状況ですね、まあ、要はログインできないというのが発生していたようです。こんな感じでいろんな人がね写真付きで投稿していました。これがね10月7日くらいに繋がんなかったっていう時の画像 でその後繋がったと思ったらログインできないということで、もう多分ほとんどのユーザーが同じ状態だったんじゃないかとね、私は推測しています。これ本当にね、一部の人がこうやって写真を上げてただけで、多分このヒートアップやってる人全員が全員ね、ログインできないかったんじゃないかと。むしろね、ログインずっとできてたよっていう人がいれば、この動画のね概要欄にねコメントいただければと思います。はい。で、対策としてですね、ステージ2ですねから。ね、また新たに再登録してくださいと。で再登録した上で過去にねどれくらいの残高あったかとか、あと紹介者何人いたかっていうのを Google フォームでね
報告してくださいと。で、ここにスクリーンショットを貼り付けてくださいってあるんですけども、そんなね、いちいちスクリーンショットなんて撮ってる人いないと思うんですよね。はい、うん、なので私もね、スクリーンショットをつけずに、一応残高これくらいありましたよ、紹介者もこれくらいいたんじゃないかと思いますみたいなことを書いてリクエストフォームにね、アップしたんですけども、な、結局これが反映されたのかどうかよくわからずですね、まあ、少なくともその紹介者に関してはね、結構ね、多数の方紹介でつながっていたんですけれども、新しいアプリステージ2のアプリに入っても、ゼロのままということで、やっぱりね、もうこれ復元できないということなんだと思います。つまり多分ね、これはあくまでも私の推測なんですけども、運営が誤ってデータを消してしまったから、こんな感じでスクリーンショットを出せとかね、言ってるのかなと思って、はい、まあ、結論としては、ね、リクエストフォームにリクエストをしても、まあ、反映されなかったというのが、はい、結果ですと、はい、ね、なのでこの画面が出ている人はもうね、新しくまた登録し直すする必要がありますので、メールアドレスは同じものを使えますけれども、パスワード、新しいパスワードを入れて新しい ID を発行してもらうということになります。はい、ということでですね、ポリシー違反をした人に対して運営がバンしたということなんですけども、多分これはね、ほとんどの方もう全員がバンされてるんじゃないかと、ログインできなくなってるんじゃないかと。で、あくまでも私の推測なんですけれども、運営がもう間違ってデータを消してしまったから、まあ、こんなことが起きてんじゃないかと思いますね。なぜならですね、同じメールアドレスで登録できてしまうっていうところが、過去のデータが全く残ってないということにつながるので、多分データ消されたんじゃないかと、はい、思っていますね。データ残ってたら同じメールアドレスで登録できないね、まあ、そういうふうな仕組みをだいたい入れてるはずなので、はい、まあ真実はわからないですけれども、はい、今回のね、騒動の多分原因はこれなんじゃないかと私的には思っていますと。はい、なので皆さんね、ログインできない方はまたね、新規で再登録する必要がありますと。メールアドレス同じものを使えますけれども、パスワード新しいもので、新しい ID 発行してもらって残高ゼロの状態から始めることになりますと。ただですね、これ、アプリがスマホに残ってる人はね、そのまま再登録できるんですけれども、新規で始めようとした時に Google Play がね、ヒートアップ削除されていて、新規で登録できないっていう状況が1週間くらい続いてましたと。はい、でそれが、先日ですね、10月16日にやっと Google Play にアプリがアップされましたよということでアナウンスがありました。はい、ということで10月16日以降ですね、 Google Play にアプリが復活して、で、ログインすることができますと。で、フェーズ1からやってる方でログインできない方、多分ほとんどの方ログインできないんじゃないかと思ってますけれども、その場合はもうね、諦めて新規で登録するしかないので、ね、ログインできないと言って文句言っても多分ね、運営は取り合ってくれないと思いますので、まあ、残念ながらね、ゼロから始めていただければと思います。はい、ということでね、ゼロから始めていく方のためにね、改めて登録方法を解説していきたいと思いますけど、新規で登録する方はね、こちらの QR コードからアプリ読み取ってください。 QR コード読めなかったね、動画の概要欄に URL 載せています。で、ステージ1からやってる方はアプリがね、バージョンアップされてますので、必ずバージョンアップしておいてください。はい、でステージ1からやってる方でもログインできないという方は、新規に、サインアップする必要がありますので、サインアップボタンを押してください。はい、でこの画面になりますので、 E メールアドレスとパスワードを入力してください。で、注意していただきたいのが、 E メールアドレス入れるところですね、ここのカーソルがおかしくて、1文字入れるごとにカーソルが先頭に行っちゃうんですよね。だから例えば AB と入れたいと思って A を押した瞬間にカーソルが先頭に行くので、 AB と打ってるつもりが BA っていう風にね、入力されていきますので、すごくやりにくいね、めんどくさい、これ直してほしいんですけれども、はいね、そこ注意して入力してくださいと。はい、で E メールアドレスとパスワード入力してサインインと押していただいて、そうするとね、 E メール宛てに、認証コードが届いてますので、そちらを確認して入力してください。はい、こちらですね、こちらのようにメールの中に6桁の数字ありますので、こちらをコピーして、はい、入力してコンティニューと押してください。これで登録完了して、
マイニングアプリの画面が出ますので、早速ですね、この下にあるこのカウントダウンの数字のあるところですね、ボタンを押していただければ、はい、こんな感じでマイニングが始まりますと。でやることなんですけれども、まあ1日1回ワンタップしてマイニング始めるのと、あと下にこうメニューがあって、一番左ですね、こちらのボタンを押していただいて、この画面でまず真ん中にクレイムトゥデイということで、毎日ねここ請求できますので、こちらを押してクレームしてくださいと。はい、そして上の方にですね、ジョインルームというものがあります。こちらが5人でね、部屋の中に5人集まって5人でマイニングするとまたボーナスがもらえるというものになります。でその5人の部屋なんですけども、こんな感じで誰かが作った部屋ね、5分の3とかであれば入れますので、5分の3とか、はい、5分の5だと入れないんですけども、5分の3とか4とか5分の2とか、そういったところを探してジョインしてくださいと。で5人ね入りましたらマイニングがスタートされますので、 100% になったらまたクレームして、回収するということになります。でルームはですね、ご自身でも作ることができまして、ルーム作ってね、5人集まったらルーム作った人がね、この辺にスタートボタンが出てると思うので、スタートボタンを押しますと。でスタートして半日から1日くらいでこれ 100% になりますので、 100% になったらまた回収してということを繰り返していきます。はいね、こんな感じで 100% になるとクレームザリワードっていうボタンがね、有効になりますので、こちらを押してクレームしてください。はい、でクレームするとまた5人の部屋ですね、はい、参加するか自分で作ってまたマイニングしてっていうことをひたすら繰り返していくようになりますと。はい、そしてこちらね、紹介者からの報酬が前は 5% だったのが 10% にアップしましたよということですね。これが新しいステージ2のアプリになります。はい、それ以外は前回と変わってないですかね。はい、トランスファーっていうところで、まあ送受信ができますよっていうのと、はい、マイプロフィールのところでパスワードを管理したり、まあ、写真を変えたりできますよということなので、はい、ぜひね、引き続きヘリチェーンのマイニングアプリ、はい、やっていただきたいと思います。ポイントはね、ステージ1から参加している人も、まあ、ステージ2になったということで、またゼロからね、やり直しということになりますので、そこだけね、注意していただければと思います。で、前のね、古い私の招待コード使えなくなってますので、新しい招待コードですね、こちら表示してますので、こちらを入力していただければ、はい、招待ボーナス入ると思いますので、ぜひね、一緒にやっていただければと思います。それでは、今日のオーバープロトコルの回答ですけれども、今日はステートレスクライアントという回答を選びました。参考にしていただければと思います。オーバープロトコルまでやってない方ね、こちらの QR コードを読んでいただいてアプリ登録していただければと思います。詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画参考にしてください。で詳しい遊び方、登録方法はこちらの動画で解説していますので、ぜひね参考にしていただければと思います。はい、そして最後にね、無料の書籍今配ってますので、こちらの QR コードから住所を入力していただくと、送料もこの書籍代金も無料で本が届きますので、ぜひね読んでいただきたいと思います。 AI を使った、まあ、米国株投資ということでね、まあ、株やる人もやらない人もこのね AI を活用していくっていうところをね、サラリーマンの方ぜひね読んでいただいて、今後5年後10年後ね、 AI 使えないと本当に仕事を失っちゃうぞというくらいね、 AI が今どんどん来てますので、ぜひね本を読んで参考にしていただければと思います。動画も撮ってますのでね、参考にしていただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。